東京純真大学、旧大学名は、東京純真女子大学、東京純真女子大学、であり、その名の通り、女子大学だった。設立母体は、キリスト教、カトリックの女子修道会、長崎純真聖母会であり、短期大学から発足した。1996年に4年生大学として、開学。もともと音楽と美術の芸術教育を特色とした。 近年では、英語教育、国際人養成、保育士養成、幼稚園、小学校教育養成などにも、成果を発揮してきた。社会的弱者への温かい眼差し、全人教育、人間的な豊かさの習得、こうした考え方の結果としての少人数教育、学生個人のニーズに合わせた手作り教育などに、特色を持つ。偏差値や高校時代の成績よりも、 個人のユニークな特徴や向上心に重点を置く教育を行っている。東京都八王子郊外の滝山の自然の中にあり、東京純真女子中学校、高等学校が敷地内にある。大学は学校法人東京純真女子学園の一部であり、学園全体はカトリック教育修道会、宗教法人長崎純真聖母会を設立母体とする。 キリストの教えに基づいて、ま、ンビを探求するために、聖母マリアを理想とすることを、見学の精神とし、豊かな上層と高い知性を育み、責任ある、奉仕の精神に富む女性を育成することを教育の目とする。大学のモットーは、ラテン語で、サピエンチアインカリテイと踏んだった愛に根ざした真の知恵と定めている。女性の自立、教養。 自由などが教育の理念として掲げられ、個人的な指導を中心とした人間教育が行われる。ただし宗教が強要されたり、礼拝の時間が定められたりしているわけではない。女性教育の文言があるが、2015年4月より男女教学化された。欧米の大学によく見られる総合的な教養教育、リベラルアーツ教育を特色とし、 ユニークな授業形態をとっている。ほとんどの専任教員が学生とともに、とっておきの一冊を読み込むという書論を展開。これが、パン教イコール一般教育の代わりをなす。また、セメスター制度を敷いており、原則として一週間に二回の授業が行われる。そのため、極めて集中的な学びが展開される。専門の分野の勉強では、 教員の専門領域の授業のほかに、2年次から4年次まで、ゼミ、セミナーに参加することが可能で、徹底した個人指導の下で、それぞれの専門分野の勉強を深める仕組み。国際教養学科では、世界の英知に関する広く深い学びを目標としており、アメリカ映画や歴史、美術史、音楽や絵画の専門家がいる。子ども文化学科は、 穢れのない子供の精神に学びながら、幼稚園、保育所、小学校の教員になろうとする学生が多い。国際教養系の学生は、幅広い知識に関心を有する傾向があり、子供文化系は、元気が良く、実行力に富む。美術や音楽系の学生は、芸術全般や、人間の生き様に関する関心が高いなど、個人の専門領域によって、 学生の雰囲気が異なる。一般的には自由で、伸び伸びとした楽風がある。また座って、学問をするだけではなく、体を動かして、何者かをつかもうとする、学園伝統、老作があり、大学では、学外研修と称して、海外留学、海外語学教育、NPO などでのボランティア活動、企業研修、インターンシップなどを進めている。年には、 巨大ホテルでの研修や日本の離島での生活体験などを経験した在学生が出ている。大学が圧線する海外の定型大学もいくつかある。こうした大学外の課外活動に対しては最高30単位年間までの単位が与えられる仕組みがある。口述のように上智大学との学生交流制度を有しており、 純真大学に席を置きながら上地で学ぶということが可能。授業料は余分にかからない。同様な制度で八王子周辺の他大学との交流も始まった。また、カトリック大学であるが、キリスト教系の大学は、ミッション系大学、ミッションスクール、キリスト教主義学校と呼ばれ、上流階層の家庭の子女を教育する傾向が見られるが、この大学は必ずしも、 そのような伝統にこだわっていない。むしろ通常の家庭の子女の教育を特色としている。入学者の偏差値も高い方ではないが、大学内にはなごやかで、のんびりした家族的な雰囲気が流れる。少人数ゆえに、ほとんどの学生の名前と顔が一致し、教員と学生の関係も友好的である。挨拶を交わし、教員研究室を訪ねて雑談したり、 昼食を一緒に取る風景も見られる。東京都八王子市滝山にの600。八王子市郊外の丘陵地帯の中にあり、緑豊かな自然林を背景とする。八王子駅、JR、または、京王八王子から、バスが出ているが、所要時間は20分弱。タクシーだと2000円弱で10分。校舎、図書館、学生食堂、学生ホール、校舎二階の他に、公道、 美術品展示場、ギャラリー、大学クラブ棟、テニスコート、学園制度、学生寮、特別契約施設などがある。現代文化学部は、国際教養コース、英語文化コース、美術、デザインコース、キリスト教芸術文化コース、遊び文化コース、初等教育コース、保育コースなどのコースがあり、いくつかのコースを掛け持ちすることが可能。 ただし初等教育コースは国際教養学科と子ども文化学科の学生が受講できるが、保育コースは政府の規定などがあり、子ども文化学科の学生身が受講できる。保育所の保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、中学校英語教諭、高等学校英語教諭などの免許が取得できる家庭を有する。教員には7日通った美術家や、 美術評論家、音楽家などがいる。ほとんどの教員が読書論やゼミを開講し、どの学生にもコースを開放しているため、学科やコースの枠を超えた自由な履修が可能となっている。また、必修は最低限に抑えられ、個人のニーズに合った自由な学習を奨励している。2010年4月から同じカトリック大学である上智大学との 学生交流が始まり、それぞれの大学から相手の大学へ年間5名が出向いて授業を受けることができるようになった。純真に席を置きながら上智の授業に参加して視野や学問領域を広げる機会が提供されている。現在5名の学生が上智大の授業に参加中である。またこれと似た単位互換制度が八王子近辺の大学館で実施され、 数名の学生型大学の授業に参画中である大学コンソーシアム八王子。毎年秋に学生会が主体となって生母祭と称する学園祭を催す。研究発表もあるが、他大学並みの模擬店などが出展するほか、ギャラリーでは絵画展が開かれるなどの特色もある。アートワークス、写真部、作動部、陶芸部、軽音部、手話サークル、 テニスサークル、フットサル、聖歌隊、美術部、ダンス部、オールラウンド、吹奏楽クラブなどのクラブ活動がある。新設の音楽部は2009年全日本合唱コンクールで銀賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。